はい、どうも、ゆりです。今回も、沈んだ森をね、続きからプレイしていくんですけども、前回がこの日本刀をね、このゾーンに刺して狐のお面だったかな、確か。あ、違う、犬マスクですね。はい、こちらが手に入りましたので、あとは、一応はめるだけになってるかなと思います。で、3つ目が手に入りましたので、多分ね、奥の扉、進めるようになってるかと思うんですよね。ちょっと一旦戻ります。はい、化け物って復活してないよね。倒して、いや、復活してるわそこちゃんと復活するんだ。はい、倒したはずだったので、よし、これ持っていきましょう。さあさあさあ、出せよ。てか襲ってこないな。あれ、一定の距離まで、あお投げた瞬間来ましたね。危ない危ない。よしで、はめましょう。ここの像ですね、天狗が確かこっちで、はい、でこの真ん中ですよね、犬マスク。どうです、つけましたよ、3つ。はい、あ、開いた、入りましたね。さあさあさあ、ここは、あ、更新しました。私は今寺院に着いたところだ。村人たちが村を守るためにこの警備員を使って実験していたみたい。はい、何かがうまくいかなかったみたいなんだ。さゆりが遠くに行っていなければいいのだが、本当に入ってるこの中開いてなかったのに、なんか不気味な音流れてません？あ、ちょっと待ってください。音量がかなり大きいのでちょっと調整します。はい、これぐらいでちょっといいかな。なんか念仏みたいな聞こえるんだけど、はい、やばい音聞こえる動かないよね。何なのこれの音、開く、え、開かない、なんか若干動いてるけど、あ、開くわ。はい、なんか開けたとこ来ましたが、やばいんですけどこの場所。写真撮っときますかこれ。はい、投獄された村人たち、死よりももっと悪いことが彼らを待ち受けているって書いてる。何なのここ。はい、これは、マスター鉄夫って何最近とても落ち着きがない。はい、私たちを長時間働かせ、しばらく体に入らないと怒り出す。あ、なんか死刑判決を受けた犯罪者は天使に帰ることにしたって書いてる。はい、他何か見れますかね。本とかは取れない。あ、これは持っていけないか。何これ。あ、消えたぞ、あの念仏みたいな。あ、ここに入った瞬間聞こえてくるわ。あ、いるし、入れない、あそこ。え、なんかないですか、投げつけるもの。おお、ちょっと嘘いきなり来るな本当に。はい、音がないんですよ、余計びっくりする足音ないんですよ。ちょっと待って、戻ってきちゃった。はい、あそこに一体いるから気をつけよう。あそこに一体いるし、そこの建物の中、これ持っていけないもんね。え、なんか武器ないの、武器。そこ一体いる。で、あの奥にも一体いるでしょ。
ちょっと武器欲しいな。ここいる？いない。うわ、なんか槍ぶさしてる。ここは安全っぽいですね。うん、はい。これ何？木？なんでこんなとこ木あるの？はい、すごい長さですけど。うん、これ写真撮ったらなんかあるかな。はい、いや何もないか。思い出の写真。暗いな、にしても、うん、これも写真か。やってみましょうか。いや何もない、うん、他にはさあさあさあ、よいしょ。うん、気になりますけどね。あれないのかこれ。ライター？もしかして。ちょっと待ってください。一旦ライターに切り替えて、はい、燃やせないよね。何もできない。まあそれくらいかな。この音消えないの？はい、こっちにはいないですね。人形向こうで待ってるんですよ。いやそこいるの。いや勘弁してください。ちょっと武器ないのやばいぞ。ここ来てるよね。はい、ちょっと待って、詰めました私。追いかけては来てない、うん、待ってるそこ。いやーつ積んだかなこれ。戻れないよね。はい、まあ、左から抜けていくしかないですね。待ってるんですよ。いきます。そのままちょっと2階まで走りまして、ちょっと上いないことを祈ろう。はい、なんか像がある。追いかけてきてない。よし、この先は、あれ行き止まり？写真かな。うん、仏像って書いてありますね。ここで見られる数少ない美しいものの一つ、リトルブッダ。先行けないんだけど。あの人形どうやってスルーしていくの？はい、少し緩い。なんか使えます？いや、どこかで多分道具が必要ですね。ちょっと待って、化け物どこ行った？ここ大丈夫か？とりあえず、はい、これは誰かが欠けている？どういうこと？誰かが欠けている。何か必要っぽいのはっぽいんですが、これきついぞ。どうすればいいの？先行けないよ。こっちからしゃがんでいけば気づかれないか。中いる、こっち。いない。ここから見ましょう。いやー、何なんだこの場所は。調べれるもの、うん、パッと見何もないんですけど。はい、解剖室って書いてありますね。これなんだ？この部屋何もできないぞ。うん、いやそこいるよね。いやいる。うん、無理です。来てる。これどうするの？武器もないし私。いやちょっとそこで待たれるとどうしようもないんだけど。はい、
あ、これも無理かな、さすがに。はい、ちょっとやられますか、一回。これ無理だ。相変わらず難しいですね。うん、武器があればまた別なんですけど、倒せないし。よいしょ。そもそも道具もね、あんま持ってないっていう。うん、ないよね。で、ここの部屋もさっきいたからいる。いやー、困ったなこれ。そこ待ってるよね。この真ん中の部屋みたいなところで何かできないの？誰かが欠けているっていうのがね、ちょっとよくわからないんですよ。上に4人乗ってますよね、これ。うん。1人足りないみたいな感じでもないと思うんですが。はい。とりあえず上、もう一回確認しますか。来てる。はい。で、こっちから回って、江戸来てる。普通に、まさか来てるな。よし。さっき2回まで追ってこなかったけど、これ負けるか。負けなかった罪です。はい、このマークは何なの。大丈夫、来てない。これ象で何もできない。少し緩いってライター使えないよね。使えない使えない。ライターって明かりのためだと思うんで、多分。いや、参ったな。カメラでなんかヒント出てこない。うん、いや何もない。むずいぞちょっと下に落ちてるもの何か使えないかな。はい。いや、持ってないよね。ちょっと武器がないんですよ。なんとかなりませんか、これ。この辺のもの投げつけれたりはしないか。なんか入ってない?あの板を破るようなもの。いや、あの敵一回巻いてから中に入るってことか。それしかないな。ちょっと一回巻こう。来てる。はい。で、この奥行くでしょ。待って、ダメだ行き止まりだ。先進めない。いやー、ちょっとこれ写真じゃ倒せないですよね、さすがに。うん、取ってもダメだと思う。なんか持ってませんか。なんか使えるものが他にもあるはず。ちょっともう一回一つずつしっかり確認してきます。前回の剣というか2本ともそうなんですけど、一回ね、取ろうとしたものが取れなかった時とかあったんで、その可能性全然ありますね。こんだけ敵って武器がないっていうのがね、ちょっとあれなんですよね。まあ拾えないか。でも、うん、槍みたいなの取っていけないの。ない。いや、この木何もできないっていうの怪しいな。触れないですよね、でも一切。
絵も見れない。いやーダメだな。他にはちょっと写真撮ってみるけど、まあダメですよね。いやーどうしよう。その部屋何かある？やっぱり。あれ投げつけられるものかな、あれ。先この部屋っぽいか。ちょっとこっち来てもらって、はい、逃げます。起きてる。いやそこで待たれるんだよね。はい、もうこうなると罪だから、やばいぞ。ここ逃げれる場所ない。ちょっと一旦中を見ないことには進めないんで、うん、なんとか途中で負けましょう、あの部屋で。はい、よいしょ。ここで一旦巻いて再度入ろうかな。こっちです。うん、まあ多分巻くことはできないんですけど。ん、何？なんかハマってるんだけど。はい、OK。 このままこっちです。ちょっと待って、なんかない？はい、投げつけれるものとか。うわー、解剖されてある。お、来ました。あ、ハンマーだ。で、2階の板を、んー無理。ギリギリです。さあ、なんとか耐え切って。来てる。はい、2体目。どこ来る？2体目追ってきてるよね、今。来てる来てる。こっち回る。いや、どんだけ追いかけてくるの。今2人から追われてます。え、本当にこんなことしないといけないの？だいぶむずいぞこれ。はい、来てないね今。え、いや惜しい。多分あと少しだったなこれ。うん、いやでもこの方法しかない。最後だからちょっと難しくしてやるっていう感じかな。はい、よいしょ。ちょっともう一回やりましょう。相当難易度高いぞ。しかもここがね、何気に毎回開けづらいんですよ。開いたかな。さあ、奥のハンマーを速攻取りまして、うん、どくる。そこでハマってるけど、OK。この流れで取ります。はい、で追ってきてるね。どくる。はい、でもう一人、向こうの方もこれ呼びまして、うん。今どうなってる？どこ？二人来てるよね。よし、 OK。 いけるいける。これで速攻奥まで行ったら多分大丈夫でしょう。で、速攻使っちゃおう。はい、 OK。 解除しましたね。来てない。オッケーオッケー、進んだ進んだ。で、ここの部屋は奥にいない。うわ、びっくりした。はい、動かないタイプですね。なんかぶっ刺さってますけど、え、何の音？なんか新しい音鳴り始めましたよ。何今の？なんか槍が飛んできましたよ。ちょっと、はい、地面からなんか槍飛んできましたよね。え、何これ。なんか死にゲーみたいになってるんですけど。
え、こっちから通っちゃダメってこと？こっち？はい。ハンマーでもなくなりましたよね。うん。はい。え、今なんで槍ぶっ飛んできたんだ？罠的な感じかな。中いるかもしれないんでちょっと気をつけましょう。はい。うわ。え？どういう仕掛け？ちょっと死にゲーじゃないんだからこれ。ホラーゲームですよね普通の。はい。あそこも取っちゃダメなのまだ。上に槍あります？いや、下から来てるよね、あれ多分。はい。ちょっと罠だらけなんでね、ちょっとよく見ていかないといけません。ただここには人形いないっぽいな。パッと見何もないですけど。あ、象が蜘蛛の巣ですよねこれ。はい、何も映らない。うわ、しかもいるし。待って、追われながらこれやるの。え、何あれ、なんで今視点切り替わった。いや、これ槍も避けつつ化け物もいるぞ。相当むずいんですけども。しゃがんでたら大丈夫とかないですかね。関係ないか。あ、ここから多分槍来てるんで。え、え、ちょっと待って、通れないぞ。左行ける？いや、行けない。この隙間、いや隙間ダメだよねこれ多分。あ、うんですよね。はい。いや、しかも化け物いるし。音に反応してきましたか今。あれ、でもこっちやりきてないんだけど、どういうことだ。にしても難しいな。ここ一旦通る。いや、そこにもあるんですよね。え、ちょっと待って、ここ通った瞬間なんか出てくるぞ。どっかから湧いてくる。ちょっとむずすぎないこれ。はい。姉でしたっけ、今探してますけど、これ助からないでしょ普通に。難易度やばいですよ。とりあえずここ通ったらもうあれなんで、こっち側から。はい、で、これも写真撮っときますか一応。はい、もうこの辺まで来ると何もないですね。よいしょ。いやー、でもそこいたんだよね。向こう通ったら化け物来るし。これどうしよう。いるよね。うん、出る。ちょっと急いで向こうまで行きたい。いや、動けないわ。ここ通った瞬間なんか視点が切り替わって、はい、動けない状態されるんで、ちょっと突破方法がわからないんだけど。え、どういうことですかこれ。違う、こっちダメだ。すぐ戻れば避けれる。これ試しましょう。ね、いや、ダメだ。
撃ってきた瞬間もやられますね。それもできない。じゃあもうさっきのルートしかないのか。ただあの化け物巻く場所がないんですよ。一旦下降ります。いや下もいるよね。おっと逃げ場がないよ。はい、これはなんだ。とりあえずこっちダメ。なんとかして向こう行かないといけないっぽいですよね。うん、あれ待って消えてる。え、巡回系あれって。うわここもやりある。槍の対策ってあるのか。じゃあそうなるとどこも通れないから、その対策もね見つけるのにちょっと大変そうですね。たださっきいたの、いたところに湧いてなかったので、これ罠かかります、もしかして。え、君はかからないよ。せこくない。人形が通った場合は、槍降ってこないというか、うん、いや倒し方は分からない。倒さなくてもいいのか。でも他に通る方法ってない気がするんですけど、どうなんでしょうか。ちょっと最初の、そう、階段の下にいる人形の方を罠にかけてみます。こっちですね。ちょっと待って、正面しか反応しないんだ。え、じゃあダメだ。どうもできないこれ。いやむずい。しゃがんでもダメ。横に抜け道みたいなないでしょう。これどうするの。またいる。あ、いない。今回いない時は何。なんか通れないですか。なんとかして。あ、これ大丈夫そうじゃない。あ、いける。なるほど、いないパターン、もしくは巡回多分してるんで奥いる可能性ある。え、どういうこと。外見えてる。行き止まりなんですけど、あれ、ここに来る必要ってない？これ何？思い出の写真って言われてましたもんね。はい。いや、他調べるものがないぞ。となると、さっきの槍が、下から出てくる場所しかないわ。いや通れないのにどうやって抜けるのあそこ。はい、これ関係ないですよね、この箱みたいな。あれ、ここって閉まってましたっけ。あ、違う、こちら。いや、ここなんですよね。奥に何か見えてるし。うん、さっきの場所何もなかったんで、ここしかない。走ってみます。いや、ダメだ。速攻走ってももちろんダメで。いや、むずすぎるぞ。
奥の部屋から行けないでしょ？この真ん中の部屋も通れない。足元には最新の注意を払わなければならない。死の罠、それだけじゃわからないですね。これ最新の注意ってやりましたもん。しゃがんでもダメだし。いやでもこれ抜ける方法あるな、多分何かないとおかしいですよねこれ。これあれ、なんか今いけそうだった気がするけど、でもそこもやりくるのか。はい、すぐに振り向いてちょっともう一回駆け抜けてみます。しゃがんでいきましょう。ただ罠あったんで多分、いや無理かなこれ。どうでしょう、さあ急いで。いやダメだ間に合わない。でも他考えられないぞ。いやこれめちゃくちゃちょっと難しいんですけど、どうやってもね無理なんですよね。うーん、いる？いやいるよね。いや本当に抜け方がわからない。あの罠をどうすればいいのかっていう感じなんですけど。来てる、どう来る、こっち。いやでもあれですよね、どっちにしても巻く場所ないよね。はい、逃げ道はもう全部封鎖されてるんですよ。いやこれ何かないかな、なんとか。一回下に降りる、いやでも下もね化け物いるし、なんかこの罠が絶対対策あるはずなんですよね。ジャンプとかありませんでしたっけ。スキップ、クラウチランニング、え、スキップ、あれスキップじゃないこれ。はい、スペースバー、あ待て、ジャンプある、ちょっと待てごめんなさい忘れてました。ジャンプできましたね。そういえばほとんどちょっと使ってこなかったのであれなんですけど、ごめんなさいこれ私のミスです。これ多分ジャンプすれば大丈夫なはず。行きましょう。あ、大丈夫だわ。ジャンプか。なるほど、なるほど。ごめんなさい。完全に忘れてました。で、そこを行きますね。はい。相変わらず武器はないの？あ、来た。もう無敵ですよ。これさえあれば。よし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 。で、下はちょっとよく見つつ、あれ向こうもう出れるぞ。出れるけど、ちょっともう少し見ましょう。うん。ここ何？やばい部屋ですね、ちょっと。はい。で、ここも抜けて、向こうにも化け物が出てきますのでちょっとやっておきます。来るね、出てこない。はい、今倒した敵かな。この先には、あ、ここも武器あるんだ。武器と言っていいのかわからないけどはい、まあ持っていきましょうか。うん、なるほど、ジャンプだったんだ。よいしょ。そりゃ対策ないとおかしいですよね。うん、あとはちょっとこれ、ここをねカメラでちょっと撮って進みましょう。はい、犠牲者への祈り、ろうそくの明かりに照らされたグロテスクな光景やばいですよもうこの場所。あれ
3つともなくなってるんだけど。嘘嘘、ちょっと待って、拾えないこれ。オッケー、さあ持ってきます。外出たぞ。これ触れます？痛い痛い、ちょっと待って。あ、サヨリのノックなんだ。よく来ましたねここまで。はい、このレバーは？え？何変わりましたこれ？はい。ちょっとわからない。しかもこれどうしたらいいのこの先。ジャンプで横行けるとかないよね。このレバー何？はい、とりあえずここから出るっていうわけではなさそうな感じですね。え、どうするのじゃあ。これ一旦下戻るってこと？ちょっとこの武器持って下の化け物も多分落とせますんで。うん、ですよね。倒してこう、ということでもう一つこの火持ってきまして、多分下にも、いますよね。はい、これまた投げつける。あれ、ちょっと待って、あれ、ちょっと、うーん、そう、バグってる。この部屋何かあるか。はい、え、何？いやでもパッと見何もないぞ。止まってるし。何があった、ちょっとわからない、固まってますね。はい、いやちょっとなんとかならないの、このバグってるんですが投げれないよ。はい、ちょっとおかしなことになってますね。うん、ただ下はやっぱ何もないっぽいんで、上で何かするのか。こっちじゃないか。はい、さっきのレバーが多分やっぱ関係してると思うんですよね。これなんだろう、ちょっとダメだ、一旦やられないと何もできないですねこれ。はい、このバグになっちゃうとどうしようもない。一旦ちょっとやられて、さっきのレバーちょっともう一回確認したい。よいしょ。はい、ということで敵復活してるよね多分。厄介だな本当に。いる、先にこれ拾うでしょ。あれ、何、なんか勝手にやられてるんだけど、どういうこと。はい、いやこれなんだろう、このレバーで何か変わってないかな。そこからいけないんですよね。うん、あ、階段できてる、これだ。よしよしよし、来ましたよ。え、え、何、何あれ。いや絶対動くでしょ、大丈夫。動かないタイプ。はい、でそこのドアはなんかさっきよりムキムキじゃないですか。顔だけ骨なんだけど。うわー、これ怪しすぎるな。大丈夫、ちょっと油断はしないようにいきます。開く、開いた、来るんじゃないのこれ、大丈夫。え、さあ新しいとこ来ましたね。大きな密閉された部屋のようなとこに入った。一体何があるのかわからない。はい、うわ、いるし普通に。気持ち悪すぎるでしょ、檻の中で入ってる。
なにこれ、新種？え、ムキムキですね。はい、このクソ野郎は目で私を追っている。うん、絶望士のおかげでしっかり閉じ込められているのが救いだと。囚われの天使、いや気持ち悪い。ちょっと離れようさっさと。やばいよこの場所。しかも人形がめちゃくちゃ吊るされてますね。不気味すぎる。うおー、ちょ、なになに、気持ち悪い。え、ちょっと待って、しかもなんか追ってきてない。そうでしょ、やばい、嫌な予感するんですけど。出る、まずい、これだ、はい、いや気持ち悪い。でかくない君。うわでっか。え、なに、誰ですか。どうやって檻から出てきたの、さっきの。うわぁ、なにこれ、誰、ちょっと写真撮ろう。え、ちょっと待って、サユリじゃないよね。まるで祭壇に並べられた生々しい死体のようだ。じゃあサユリではないか、書いてないですよね。え、サユリこれ、ちょっと待って、誰、誰、君はここにいるべきではない、はい、え、待って、なんか出てきたぞ。いやーていうかもうサユリ、あれダメですよね、あの感じだと。え、何を持ってない、ん、スプリット状って何。あ、毒物ドア強引な、あ、出れるんだここ。てかなんか奥にいますよね誰か。何あれ、はい、さあ始めよう。なんでそんなテンション高いの、おかしいでしょ。はい、カメラちょっと撮ってみましょう。うん、ああ、映らないか、はい。え、なんかいるよね、ちょっと見づらいんですけど。誰、ここはどこだ。いい、ちょっと誰、先祖の仲間入りをする時が来た。え、生きてるものを消費しなければならない。嘘、ちょっと近い。どうすればいいの、これか、この周りにある、うん、火で燃やしていけばいい。ちょっと取れない取れない。追われながらこれきついぞ。ちょ、取ってここです。よいしょ、時間を無駄にしないでくれ。はい、もうこの繰り返しでちょっと燃やしていきましょうか。取る、そしてここ OK。 私は待てるけどあなたは、はい、近い、ここ参加するか死ぬかだ。なんか言ってますけど、おい、やばい、取れなかった今、もったいないですね。ここ待って、近すぎる。じゃあ一旦距離取りましょうか。じゃないとこれ多分一回追いつかれたら終わりですよね。おい、どう、あなたは尊い犠牲となる。うん、え、聞いてる、これ昼見もしないんだけど、何なんですかこのお化け物というか。しかもめちゃくちゃ静かだし、はい、どう、え、な、何、治っているようだ。嘘、なんか緑の魔法陣みたいなの出てきましたけど、はい、ちょっと拾えない、急いで急いで。え、倒せるのこれ。いや、ダメだ、治ってる。待って、あそこ緑にも何かあるけど、あれかな、待って、やばい。ゆっくりしてる暇がない。そこなかったっけ、ない、これは、これない、判定がシビアなんですよ。これどうなる、お、消えたぞ。え、ひどい決断だ。え、サユリ今のもしかして。ちょっと待って、やっ
ちゃったかもしれない。もしかしたら。いや、見えなかったよ、誰か。ただ、これどうなる？あ、聞いてる聞いてる。若干ひるんでますね。うん。ダメージ入ってると思う。ここ。うわ、ちっかい。やめろ、何をしようとしてるんだ。うん、間違いなくダメージ入ってる。ほい。拾えない。近いよ。一旦距離取って、はい。いや、全然距離縮まらない。縮まらないというか。え？今の当たってない？結構範囲あるはずなのに。ちょっと、難しい。はい。近い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 。取る。OK。はい。どう？ OK！私のベガンサ手に入れることができた。私の死、ついに。やれましたかね？はい。というか、何なのこの化け物というか、誰？やばいな、本当に。あ、それよりあれだ、さゆりは？さゆりだよね。いやー、もう助からないか、これ。これでさゆりも安らかに眠れる。どっちにしてももう生きてなかったですもんね。あ、好奇心が猫を殺したと言われるように、はい。私は遅刻してしまい、さゆりのために何もできなかった。私はあの場所を焼き払い、洞窟の入り口を塞ぐことにした。洞窟の入り口を塞いで、誰も死と絶望の場所には近寄れないようにした。そしてあなたへこのドラマチックな物語に付き合ってくれてありがとう。はい、佐藤宮園さん、作者さんですかね。はい。ということで、これで、一応クリアかな？いやー、むずかったな、ちょっと。はい。謎解きの難易度高かったですね。最後の罠はちょっと私のね、完全にミスなんですけども。はい。あと、あれか、もうハッピーエンドというか、そういうのはないのかな？はい。生存ルートとかさすがにないですよね。あれが多分正規だと思うんですけども。いや、でも、いや、楽しかったですね。クオリティが本当に、ちょっとめちゃくちゃ高かったのでびっくりしました。はい。まあ、おそらく生存ルートないですよね。だって最後のボス、回復してましたからね。そう、サユリにあれ投げつけなかったら、ずっとね、なんか魔法陣みたいな。そう、それでずっと回復し続けるので、どうしても多分再率、救えなかったと思うんですよね。一応終わり方的にも、屋敷じゃないわ、寺院かな。はい。もう、燃やすことできましたし、もう、被害者はね、これ以上出ることはないっていう感じだと思いますので、まあ、このルートが多分ね、全然正しいというか、まあ、一つだとは思うんですけども、といった感じですかね。いや、本当に、面白かったです。はい。で、そうですね、合計3回でなんとか、謎解きね、めちゃくちゃ難しかったんですけど、終わらすことできましたので、次の動画から、普通に、そう、今増してる3つのゲームに戻るかなといった感じになります。その今はね、コンシューマー3つで回してますけど、まあ、今回みたいに、その配信のスケジュールの都合上、こういったね、単発ゲームですね、すぐ、結構短めのゲームも挟むこともありますので、はい、その際はまた、よろしくお願いします。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。